まあ、ぜひ考えてみますと、平和の時、災害時、この震災がありましたけど、それのことも考えます。つまり、社会の中では、いろいろな状況が共存できるような社会を、年寄りつまり、コンピューターのために使って、売れるかっていうのは、私のことで、その情報を使って、人々がいろいろなところに行って、また、それを使うことによって、エネルギーが消費されます。年寄りの方が、スマホ顕微鏡っていうんですけど、フェイスブックで、あ、そうですか、やっぱり既存の課金内規模の、それがなかなか使えないというのは困るんですね。そこを都市 OS のようなものを使うことによって、どうやって効率的に地産地消できるようにするか、使うことに今ある社会での困りのところか、先回りしてくれたら、この権利のガラス球を貼って簡易スマホ顕微鏡にされませんか。あ、いや持ってるんで、あ、持ってる、これは正式なやつです。あ、そうです。買い1つが1円ですけど、1つじゃ買いづらいですけど、はい、分かりました。もう博多屋さんの小さな子さんの顕微鏡の、これを工夫して3700円に近づける。これより小さいな。で、そこでいろいろな仕組み企業出てくるんですけども、ありがとうございました。私たちの拠点の部品が沈んでいくときに堆積するわけです。で、そのガラスの粉が。